池内良介は、大阪府警察の警察官、元プロ野球選手、宇藤右内、三重県伊賀市出身、三重県伊賀市立中瀬小学校時代、一年生の頃に中瀬ヒュービーズに入部し野球を始める。同等生中学校時代には、伊賀ボーイズに所属し、遊撃手としてプレー。高校は、プロ野球出身者も多い岐阜県にある、中京校に進学。当時は、 外野試験控え投手であった。同期に高森祐希、大貫良友がいた。中京学院大学に進学すると本格的に投手に転校。チームでは2番手ながら先発の柱として活躍。中日ドラゴンズの2軍と対戦した際、直球だけで1イニングを無失点に抑えたこともあり、中日をはじめプロのスカウトも視察に訪れるようになる。 スピードのあるピッチングが評価されたことから2011年の育成ドラフト会議で広島東洋カープから2巡目で指名。育成選手として入団した。入団当初の背番号は121で1993年に公式野球部を創部した中京学院外の選手がドラフト会議で NPB の球団から指名されたのは初めての事例。 東海地区大学野球岐阜学生リーグから直接ドラフトで指名されたのは1993年に埼玉西部ライオンズから2位で指名された後に同球団と広島に所属した朝日大学の山田順以来17年ぶりであった2011年にはウエスタンリーグ公式戦1試合に登板しかしシーズン終盤から参加したフェニックスリーグでは 救援投手として9試合に登板した。2012年には前年のフェニックスリーグでの投球内容が評価されたことから1軍の春季キャンプのメンバーに選ばれた。育成選手による1軍キャンプへの参加は広島では初めてであった。しかしシーズン中には1軍公式戦への登板機会がなかった。2013年にはシーズンを通じて 四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツへ派遣されたがリーグ最多の72よし9同2位の14よし9を記録する一方で先発陣の一員として小林則之と共にチーム最多の12勝を挙げた広島復帰後の11月1日には育成選手契約から支配下選手契約へ移行することが球団から発表この移行を機に背番号を 68に変更した。2014年には7月14日に入団後、初めての出場選手登録。翌15日の対横浜 DNA ベイスターズ戦に中継ぎ投手として一軍デビューを果たすと、1回を無失点に抑えた。一軍公式戦全体でも2試合の登板で失点を喫しなかった。2015年には一軍公式戦への登板機会がなく、 10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。2015年11月10日に、シートバッティング形式の12球団、合同トライアウトへ参加した。しかし、対戦した、打者3人から2塁打1本を含むにアンダーを浴びた。引退後は株式会社トラバースを経て、2017年、大阪府警察に入庁。大阪府警察学校卒業後、 寝屋川警察署地域課巡査として勤務している。荒れ玉ながら最速時速1 5 1トルのストレートと時速1 3 0トル台の高速スライダーを投げるなどスピードのあるピッチングが持ち味。中京高校時代のチームメイトとして高森勇希や大貫良優がいた。大学の一年後輩には広島でも同僚となる菊池良介がいる。ありがとうございます。